江戸美佐は日本の企業家。株式会社ワークジャパン代表取締役。独協大学外国語学部卒業。高素栄養学士同士。幼少時代をアフリカで過ごす。学生時代、世界40カ国以上を旅した経験をもとに、26歳で中古車輸出販売会社アガスタを企業。2004年に女性最年少でマザーズ上場を果たし、 若手の女性企業家としてマスコミから注目される。2009年に株式会社アガスタ取締役会長を退任する。娘が生後半年でアトピーと診断され、ステロイドに頼らない治療法を選び、試行錯誤の後、高素栄養学と出会う。自身の体験をきっかけに、病気予防のための食べ方に興味を持つようになり、ナチュラルダイエットという食べ方理論を提案。 ナチュラルダイエットを世の中に伝えるべく、2010年日本、ナチュラルビューテイスト協会を設立、東京都港区に本部校、ブルーミングロータススタジオを開設させ、2011年、ナチュラルダイエットマイスター資格をスタートさせるほか、先生として自宅でも教えられる制度を設け、女性や子育て中ママの活躍の支援も行っている。シンガポールで人材会社を経営する。 企業家デビドロングとの出会いをきっかけに外国人採用の支援事業に参入を決意。2014年6月東京港区に株式会社ピープルワールドワイドを設立する。2017年7月国内在住の外国人へのサービス提供を目的とした株式会社ワークジェッパンを設立。同年11月に外国人のための求人アプリワークジェッパンをリリース。 2017年12月には国際戦略特区に対して国内在住外国人のためにプリペイドカードへの賃金支払いを可能とする規制緩和の提案を行う。ありがとうございます。